こんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日のテーマはですね、フィリピンに移住してはいけない人5選ということで、今回もちょっと強気のテーマで攻めてみましたけれども、私はフィリピンに来て8年目になります。マニラに以前1年住んでまして、その後、今、ダバオ市というところに7年住んでいます。まあ、これまで住んできた経験の中でですね、フィリピンに当然移住されてきた方、もしくは移住しようと思ったけれども、途中で帰られた方とですね、様々な方を目にしてきていますので、その経験をもとにですね、本日はフィリピンに移住してはいけない人5選。まあ、これはですね、今後移住を考えられている方のご参考になればなという思いで、この動画を作っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい。まずは、フィリピンに移住してはいけない人5選の1番目ですね。こちらは、趣味がない人。はい。皆さん趣味お持ちでしょうか？フィリピンに移住されて、フィリピン生活をエンジョイされている方というのは結構ですね、やはり趣味をお持ちです。まあ、男性でしたらゴルフですとか、お友達と一緒に麻雀したりですとか、まあいろいろな趣味あると思うんですけれども、まあ音楽をされてる方もいらっしゃいますね。特に日本人が多いマニラではそういった楽器の愛好会とか同好会とかそういうのも、あったりしますよね。私もバイオリン弾いてるのでマニラにいた時はですね、駐在員さんで楽器をされている方と毎週のように集まって一緒に演奏させてもらったりとか、そういう楽しみ方をしていました。まあ男性でしたら、まあお酒を飲んだりとかですね、お酒が好きな方は、もしくはですね、フィリピンでもう一花咲かせようと言って、そっちの方に走ったりという、そういう楽しみ方をされている方もいらっしゃると思うんですけども、特にですね、この趣味が必要っていうのは女性に当てはまりますね。やっぱりフィリピン駐在になったご主人と一緒に日本からいらっしゃったという、そういった奥様も結構いらっしゃるんですけども、やっぱり同じように趣味をお持ちの方は強いと言いますか、フィリピンの生活をエンジョイされているなという印象を受けます。で、逆にこの趣味がないとですね、言語も通じないですし、日本とは全然違う生活スタイルになりますし、もう四季がなくてもずっと暑いみたいなね、外出ると暑いとかそういうのが嫌だっていうので、どうしてもネガティブなものばっかりがですね、積み重なってしまって、結局辛いから帰ると。まあ、ご主人様のですね、仕事があったらご主人だけ残して奥様だけ帰るって、そういうパターンも少なくないんじゃないかなと見ていて思います。まあ趣味って言ってもですね、何でもいいんですよね。例えば私が知ってる中ではご夫婦、日本人のご夫婦で旅行が趣味で、お二人でですね、まあ日本の仕事を リタイアされてからこちらダバオに移住されて、で、結構ですね、ダバオを拠点としながら、いろいろアジアの各国にですね、旅行に行ったりとか、日本にたまに帰ったりとか、そういう楽しみ方をされている旅行が趣味という方もいらっしゃいます。またやっぱり多いのはゴルフですね。ゴルフはもうフィリピンだと日本と比べたらとても安くできますし、天気もですね、暖かくて暑いぐらいですけども、暖かいので、もう毎日のようにゴルフをされている方も少なくありませんね。あとはフィリピンといえば海ですから、海が好きで、例えばスキューバダイビングが好きで潜りに行ってる方もいらっしゃいますし、あとはフィリピンにいらっしゃってから趣味を始めたという方も私の周りにもいます。あの絵を習い始めたですとか、あの写真が趣味でそれをずっとやって極めようと思っていつも写真を持っていろんなところで撮影されたりですとか、まあ、今趣味をお持ちでなくてもフィリピンに行ってこれをやろうとか、そういったですね、あの気持ちがあればですね、さらに移住してからフィリピンの生活をエンジョイできると思います。はい。なので趣味がない方は、なかなか移住した後がですね、大変ですよというお話が一つ目です。はい。続いて、フィリピンに移住してはいけない人5選のですね、二つ目です。こちらはですね、コミュニケーション力がない人。このコミュニケーション力というのはですね、別に英語がペラペラ話せるとかそういう話では実はなくてですね、もちろん英語ですとかフィリピンだったらタガログ語、または私が住んでるところはビサヤ語なので、ビサヤ語が話せた方が当然生活しやすいですし、友達をも作ってですね、楽しくやれるというのはあると思うんですけども、私ここ8年住んでと思ったのが、結構ですね、英語できなくても楽しく暮らされてる方多いんですよね、フィリピンは。中にはですね、本当に日本語で、どこ行っても日本語で貫き通して、よくあれで通じるなと、フィリピンの人も優しいですから、なんとかですね、この人が言ってるのを理解してあげようという気持ちで聞いてくれる場合が多いので、レストランとか行ってもですね、日本語でこれって言っても、それが出てきたりするんですよね。はい。なので、そういったコミュニケーション力というのは伝えようとする思い、気持ち、そういったパワフルな方、そういった方が移住に向いてます。はい。
まあ、逆にちょっとですね、奥手で、いやーもう語学もわかんないし、外出ても何言ってるかわかんないし、どうせ言っても伝わらないしって言ってこもっていると、やっぱ病んでしまうんじゃないかなと思いますね。もしくはですね、フィリピンで上手に生きてらっしゃる方は、日本語ができるフィリピンの人も結構探せばいますから、日本で仕事したことあるとかですね、そういう方とうまいこと友達になってですね、もちろんいつも助けてもらうばかりじゃないですけども、何かですね、一緒に外に食べに行ってご馳走してあげたりとか、うまい具合に友達関係を築き上げながら、いざとなったら助けてもらうと。いつも助けてもらうわけでもないですけども、本当に困った時、病院に行きたい時、どうしてもって時とか、普段から友達付き合いができればですね、助けてもらえますので、やっぱり現地語ができるフィリピン人と友達だっていうのは強いので、そういった意味でのコミュニケーション力ですね、それがあるとフィリピンでは生きていきやすいです。逆にないとなかなか生活していくのが難しいんじゃないかと思います。はい、それが2つ目です。続いてフィリピンに移住してはいけない人、3番目ですね。こちらはですね、完璧主義な人です。あなたはどうでしょうか。おそらくですね、世界の他の国と比べると日本人というのは完璧主義な人が多いんじゃないかなと感覚として思います。まあ、実際日本ですと失敗が許されないとかですね、時間に遅れたらそれがもう悪で許されないとか、そういう社会ですよね。ある意味それが文化で、それはそれで日本ではいいと思うんですけれども、フィリピンはそれとは違った文化、時間の流れ方とか、物事の捉え方とか、仕事の行い方とか、違ったものになっていますので、それに対してですね、当然日々生活していて思うようにいかないことがたくさんあるんですよ。日本ではスムーズにいくのに、フィリピンではなんでこうなんだって思うことが本当にたくさんありまして、それに対していちいちですね、なんでそうなるんだと、どうしてこうなんだと、なんで時間こんなに守れないのって思うことは、当然思うのはね、私も思うんですけれども、それを本当にずっともう何が何でも、じゃあ自分のかかった人はそれじゃダメだから変えてやるとか、自分に従わせてやるとか、なんでだってもうガーってやってると、まあその場ではフィリピンの人も優しいですから聞いてくれるかもしれないですけれども、いつもいつもそういった感じでですね、なんでこんなダメなんだみたいな感じで、完璧主義でですね、それからちょっとでも外れたら違うと思ってしまうと、そうでないことの方が日常ではフィリピンではものすごく多いので、もうストレスになってしまって、しまいには病んでしまうんじゃないかなと思います。で、人間関係もですね、まあフィリピンの人優しいですから、その場ではガッて怒ったりすると聞いてくれますけど、こっちに長くいればいるほどですね、そういった人と接しているフィリピンの人とは心の底では、なんだこの人はって思ってるはずなので、いざという時にですね、助けてくれるかどうか、それでも助けてくれるフィリピンの人もね、本当に優しい人多いのでいるんですけれども、やっぱりですね、ある程度まではここはフィリピンなんだから、自分が育ってきた日本とは違う場所で、こっちはこっちの人の文化があるんだっていうので、まあ、仕方ないかなっていうのを思えないとですね、なかなか移住してですね、こちらで楽しく暮らしていくという意味では難しいんじゃないかなと思います。当然イラッとすることとかあるんですけれども、それをですね、数日ごととか翌週とかにですね、また違った日本人のお友達がいらっしゃれば、笑って話せるような、こんなことまたあったよみたいな感じでですね、やっぱか自分もこんなことあるよみたいな、私のコメント欄でもですね、こういった話をすると私もこんなことありましたみたいに書いてくださる方多いんですけれども、そういって笑って話せるぐらいの心の余裕を持ってる方、そういう方が移住に向いてると思います。逆に完璧主義、もう絶対これじゃないとダメ、あかんとかですね、もうしかも日本の考え方を押し付けるとなると、うまくいかないんじゃないかなと。やっぱりそういう方は病んでしまって日本に帰ったりとかされてるのを実際見てきてますので、はい、それがですね、3番目ですね、完璧主義の人はなかなか移住難しいですよという話でした。はい、続きまして、フィリピンに移住してはいけない人、4つ目ですね。こちらはですね、ネガティブな人です。ちょっとこれは3番目の完璧主義な人と、つながる話もありますけれども、やっぱりフィリピンの生活というのは日本とは全然違うので、もう要は非日常です。日本で日常だったことはこっちに来るともう非日常的な感じになってしまうんですね。ただそれはフィリピンの人にとっては日常なので、それをですね、いつもネガティブに捉えてしまうと自分の生命の力も落ちてきてしまいますし、やっぱりしまいには病んでしまいますよね。ただ、ネガポジティブな人はですね、何があってもその時はイラッときたりすることは当然人間だからあるんですけれども、まあ仕方ないなとか、私はフィリピンにお邪魔している外国人なんだから、こうに行っては棒に従えだというふうにですね、頭を切り替えることができる人がうまいことをフィリピンに移住して生きていらっしゃるなと思います。
フィリピンに長く住んでらっしゃる日本人の方でもですね、これだからフィリピンはダメなんだとか、だからルーズだとダメだぞとか、伸びないよとかね、言ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんですけれども、でもそういう方でもですね、どこかでフィリピンそのものとか、フィリピン人の人に愛情があったりするんですよね。なのでネガティブじゃなくて、どっかでポジティブな面を持ちながらですね、生きてらっしゃる方がフィリピン移住に向いていると思います。特にダバオはですね、日本でリタイアされて、こちらでロングステイということで来てらっしゃる方が多いんですけれども、年を取れば取るほど日本にいる時間が長ければ長いほど、当然そこで培ってきた自分の信念とかですね、こういった自分なりのものの見方っていうのはあるはずなんですよね。それをフィリピンに来て、覆されてしまうと言いますか、そのまま持ってこられてうまくいかないと当然なんでだというふうにはなると思うんですけれども、そこはちょっと頭を切り替えていただいて、ここはあなたが育ってきた国とはまた違う物差しで物事を測っている国なので、ある程度のことがあっても自分はお客さんなんだから仕方ないなっていうふうにですね、どこかで気持ちのどこかでポジティブな面を持てばうまくやっていけるんじゃないかなと思います。ということで4つ目はネガティブな人ということでした。フィリピンに移住してはいけない人、最後5つ目です。こちらはですね、不健康な人です。はい、皆さん健康でいらっしゃいますでしょうか。まあもちろん年齢重ねるにつれてですね、何かしら病気が出てきたり故障が出てきたりというのは人間あると思うんですけれども、やっぱりフィリピンの移住を本気で考えるにあたっては、この健康というところはですね、欠かせないと思います。まあ私の周りを見ててもですね、やっぱり元気でもう毎日ゴルフに行ってるよとか、そういう方が多いですね。楽しくもうなんとかですね、自分の健康を維持しようと、まあ努力されてる方も実際多いですね。そして今まで8年間フィリピンにいて、こちらにロングステイされてて、日本にやっぱり帰るとなった方は、やっぱり健康面でですね、どうしても日本で治療を病院に定期的に通わなくちゃいけなくなったとか、そういう理由で帰られる方を結構目にしています。まあ、しかもフィリピンじゃ介護保険が効きませんので、やっぱりある程度の年齢になって、そろそろ自分の体が思うように動かなくなってきてとか、そういうのをちょっとでも出ると、介護のことでやっぱり日本の方がいいかなっていうので日本に帰られる方もいらっしゃいます。まあ、結局医療費がですね、フィリピンだとかかりすぎたり、まあ保険もあるんですけれども、それでも保険によってカバーされてる範囲も変わりますので、やっぱり大きな病気となるとですね、フィルヘルスという一般的な保険じゃもうかなりオーバーしてしまったりということもあったりするので、医療費面、あとは大きな病気となってくると医療技術面ですよね、あとはコミュニケーション面でも、お医者さん、いいお医者さんを見つける、またはそのお医者さんとコミュニケーションして自分の病状をしっかり伝えるっていうところもなかなか難しくなってくると思うので、そういった理由でですね、健康でないとフィリピンで対処するというのはなかなかハードルが高くなってくると思います。あとはですね、持病を持たれていて日本から薬を持ってこられて、で定期的に日本に帰って健康診断を受けてるとか、そういう方も多いんですけれども、今回のようにですね、パンデミックになってしまって、もうある意味鎖国状態ですよね。日本との行き来が自由にできなくなってくると、持ってきた薬がフィリピンにいる間に切れてしまって、それがないと大変なのに、こちらの病院に行ったけれども同じ薬もらえないとか、それでもう薬が切れちゃって夜も寝れないとか、実際そういうことが私の周りでもあったんですよね。そういうお話を聞いて、改めて海外に移住するときはですね、健康面というところが大事になってくるなと感じました。なので将来的にフィリピンへの移住を考えていらっしゃる方はですね、ご自身がですね、住みたい場所の医療体制ですとか、どういう病院があって、どこまで対応してもらえるのか、医療費は大体どれぐらいかかるのかとかですね、ある程度調べた上でいらっしゃった方がいいですし、ご自身の体ともう一度相談してですね、移住しても本当に大丈夫なのかということを再確認された上で移住されることをお勧めいたします。ということで、本日はフィリピンに移住してはいけない人5選ということでお話をしました。はい、私の動画ではこのようにフィリピンとかですね、私が住んでるダバオについての情報を発信しています。こういったですね、生活面で役に立つような情報も今後発信していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。